はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。この前ね、ライブ配信でね、ちょっと話をしたことをちょっとね、 YouTube でね、残しておこうかなって思って、TikTok のね、ライブ配信でちょっとお話ししたんですよ。で、その話がですね、僕が16歳ぐらいの時なんですけど、まあ高校生だったんですけど、でその時にね、学校帰りか遊び帰りかだったんですけど、バイクで家に帰ってて、でその日ね、僕ラーメン屋のね、バイトの面接があるってことで急いで帰ってたんですよ、バイクで。でね、バイクの帰り道ね、土砂降りだったんですよね。土砂降り でやっぱ高校生だしお金ないし、カッパとかもったいないって思って買ってなかったんですよね。うん、まあ別に高いものじゃないんですけど、カッパとかはね。でもなんかもったいないなって思って、そのびしょ濡れスタイルだったんですよ、その当時は。でまあ手袋とかもね、買わなくて、まあヘルメットとかもね、安いのをかぶってたんですけど、まあびしょ濡れで帰りながら、あ、今日面接だと、面接があったって。でそのびしょ濡れの状態で、バイト先、面接先ですよね、面接先に向かったら間に合うんですよ。間に合うんだったんですけど、もう僕の中でもどうしてもこのびしょ濡れの状態、びしょ濡れの状態で行くのも失礼だと思うんですけど、びしょ濡れの状態でこう間に合うように行くか、それとも風呂入ってから行くかとかいろいろ考えて、まあ普通だったらびしょ濡れの状態で行かなきゃいけないと思うんですよね。でそれで僕はまあガキだったんで、風呂に入る方を選んだんですよね。風呂に入りたいと。でそれでバイト先に電話したんですよ。でなんで電話したかって言ったら、風呂に入りたいからですね。風呂に入りたいから、風呂に入っちゃうと面接時間に間に合わないから、間に合わないですっていうのを電話したんですよ。で電話してプル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 、あ、はい、もしもしって、なんちゃらラーメン屋ですって言うじゃないですか。でまあ店長が出て、でそれですいません、今日面接してもらうものなんですけどもって言って、あ、すいません、ちょっと風呂入りたいんで遅れますって言ったんですよね。風呂入りたいんで遅れますって言って、でもうその店長も笑ってたんですよ。店長も笑ってて、で僕も今思うと、うわ、すげえこと言ってんなって思って、風呂入るから遅れますって言って、まあ店長もね、なんか笑いながら、あ、わかりましたみたいな感じで、いいっすよみたいな感じで言ったんですよね。でそれで僕は風呂入って、でさっぱりして、ドライヤーで髪乾かして、シャーって乾かして、それで急いで行って、でまたバイクで向かったんですよ。髪乾かしてラーメン屋に向かうまでに15分ぐらいかかるんですよね、バイクで。でまたバイクで向かったんですけど、またそのバイクに乗ってる時もまたびしょ濡れになっちゃって、雨降ってるから風呂入ったのにまたびしょ濡れになっちゃって、でもう髪もね、ヘルメットかぶってたけど髪とかもやっぱ濡れちゃって、でそれで風呂入ったのにびしょ濡れで、結局洋服もびしょ濡れで行っちゃって、で着くじゃないですか。でそしたらまあ店長がいて、ですいませんでしたって言って、で店長もまあ笑ってて、で、あ、風呂入ったから急いできたんだねみたいな濡れてるからね濡れてるから、あ、風呂入ってきたんだねみたいな、髪も濡れてたし、あ、乾かさないで来たんだねって言ってたんですけど、ただびしょ濡れになっただけなんで、結局ね、意味なかったんですよね。でそれで結局そのバイト先合格したんですよ、僕。面接合格して半年ぐらい働いたんですよね。で半年ぐらい働いて、でまあガキだったんで、なんかね、バイトすんのがめんどくさくなっちゃったんですよ。めんどくさってなって、でもうやりたくないなって思って、でそれでね、仮病を使ったんですよね。仮病を使って休んだんですよ。
出勤時間の多分ね1時間前ぐらいに電話して、すいませんちょっと体調悪いんで今日休んでいいですかって嘘ついたんですよね。で嘘ついて、でああそっかみたいな、じゃあ今日は休んでねって言われたんですけど、その仮病を使って電話してね、休んだ日が給料日だったんですよね。でそれで給料日だったんですけど、僕どうしてもその給料が欲しくて、今日体調悪くて休みますって言ったのに体調悪くて休みますって言ったのに給料取り入ったんです給料取り入ったんですよね、僕アホだから。で給料取り入ったらめっちゃ怒られて、でなんでこの人こんな怒ってんのみたいな、分かってないんですよね、なんで怒られてんのか。給料取り来ただけなのになんで怒られてんだろうみたいな。でも今考えると超やばいじゃないですか、うん、出勤できませんって言って休んでんのに給料は取りに行くみたいな。そのラーメンはね手渡しだったんで取りに行かなきゃいけなかったんですよね。うん、なので取りに行ったんですけど、その店長にねめっちゃ怒られて、お前休むって言ったのに給料は取りに来るんだなみたいな言われて、はいみたいな言ったんですけど、その当時ですよ、16歳のその当時、まあ16歳でも普通は分かると思うんですけど、僕はねなんで怒ってんだろうこの人って思って、給料取りに来ただけなのにって、体調は悪いけど給料は取りに来ただけなのにってただ思ってただけなんですけど、うん、今思うとねかなりやべえなって思って、で結局まあ給料もらってよっしゃーってなって、まあ多分 4,5 万ぐらいだったと思うんですよね、高校生のバイトだから。うん、でそれで結局そこその給料取り入って怒られるじゃないですか。で怒られて、なんだよこいつって思って、僕はなんでこんな怒ってんのって思って、もうこんなところで働きたくねえわって思ってそれでバックレたんですっていうね、そういう話があったんですよね。まあ何年前だろうね、もう10年以上前ですよね、十何年前の話なんですけど、でそういうね本当申し訳ないことしたなって思って、あの当時の自分クソだったなって思って、それをねこの前ライブ配信でねちょっと話したんですよ。そしたらママも大爆笑してて、で僕もね思い出したかのようにね大爆笑して、なんか久しぶりになんか大爆笑したなって思って、でそのライブ配信してるね見てる方も結構見てくれてたんですけど、なんか面白いって言ってくれて、僕自身はねすごいそこのねお世話になったバイト先だったんですけど、すごい申し訳ないことしたなって思って、まあそういうね、ことがあったよっていうお話でした。ありがとうございました。